はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は山口県美祢市の秋吉台にやってまいりました。パチ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 ということでね、秋吉台のね、今展望台のところにおりますね。秋吉台はね、大地ですね。秋吉堂っていうね、鍾乳洞があるんですけども、そこの上のね、上にある大地ですね。荒涼としたね、大地がね、広がっておりますね。で、今からね、この秋吉台を、ハイキングコースがあるんでね、それでね、歩いていきたいと思います。まあ、今ね、展望台ね、こう見てますようにね、目の前にこう秋吉台が広がってるんですが、まあそこにね、科学館があって、まあちょっとしたね、小高い山がね、いくつかこうあってね、まあ簡単なこうトレッキングコースみたいになってるわけですね。鍾乳洞からここまではね、歩いてすぐですね、もう歩いて10分ぐらいですかね。ここにね、ちょっとモダンな感じのね、休憩所、なんかちょっとしたコーヒーとかね、飲めてね、おしゃれな喫茶店がありますね。まあ、ここにね、なんかこう、ここはジオパークに、ね、指定されてるみたいなので、ね、説明が経路に書いてありますね。まあ、こういうのはね、カルスト台地なんですけどね、プレートが動くことによって発生する地震やから、と呼ばれるすり鉢状の窪地が地下には鍾乳洞が発達しますと。人々はドリーネの大底で農作物を作るドリーネ工作や鍾乳洞の観光利用など地形を上手に生かした生活を行ってきたのですということでね、秋吉台の説明がありますね。このドリーネのね、英語からイングリッシュの、ね、説明がありますので、ね、まあ、カルスト台地っていう、ね、やつですね。秋吉台っていうのはね、カルスト台地で有名なところですね。で、今ね、美祢市っていうところですね。この秋吉台からね、美祢市っていうところで、まあ、ここですね。まあ、アクセスはね、あんまり良くないんですけどね、まあ、バスとかで来るしかないかなっていう、まあ、もちろん車でも来れますけどね。で、国定公園にもね、指定されてますね。で、秋吉台は山口県のほぼ中央部にある日本を代表するカルスト台地であり、3億年もの年月をかけて自然が作られましたと。この台地の地下には、雨水により石灰岩台地が浸食を受けて作られた鍾乳洞が、秋吉堂をはじめ、約450もありますと。地下水系は、ラムサール条約湿地にも登録されましたということでね。まあ、結構ね、だからいろんなのに指定されてるんですよね。今ここですね。結構広いですよね。じゃあね、ちょっとね、歩いていきたいと思います。ここにもなんかね、説明書きがありますね。市民の力で、秋吉台を守られたってことでね、秋吉台プロテクティッドバイザパワーオブザピープってことで、なんかあれですね、爆弾の演習場にされる予定だったみたいですね、これね。あ、なるほどね、ボムテスティンググラウンドインシデント。確かにね、その演習ね、その
爆弾の演習するにはね、爆撃の演習するにはちょうどいいようなね場所ですけども、環境破壊になりますからね。夏みかんソフトってますね。お土産物屋さんがありますね。まあ、ここにね展望台見えますね。で、あの案内所兼ね、この喫茶店があってお土産物屋さんがある感じで、国定公園、秋吉台、ススキがね、すごくたくさん生えてますね。若竹山っていうところにとりあえずね、向かっていきたいと思いますね。
何の木でしょうね、これね。結構ね、風が強いですね。質問8。この石灰岩の割れ目に木、ハゼの木が生えています。この木の種はどのように、種はどのように運ばれたでしょうって書いてありますね。あ、これハゼの木ですね。ハゼの木ってあれですよね。ろうそくとかにするやつですよね。雨が降ってきたんですけど、嫌ですね。なんか質問がありますね。前方の草原には、根笹や萩の仲間が生え、多くの窪地の底にはフキ、カノコソウなどを生えていますと。どうしてこのように植物の違いがあるのでしょうか。知りません。これはあれですね、お子様にはね、すごくその生物の学習になっていいですよね、こういうのね。若干上がってますね、やっぱり山なんでね、ちょっと上がってますね、これね。質問10。石灰岩ですね、これ全部。ライムストーンですね、ライムストーン。小屋みたいなのがありますね。トイレですかね、あれは。確かにね、トイレがあると、トイレなかったら大変ですからね。トイレでしょうね。ずーっと似たようなね、景色がね、続いてますね。
公衆便所ですね、やっぱね。あ、若竹山ですね、これがね。まあ、山って言ってもすごい低いですけどね。特別天然記念物および名所指定の理由。からのビューもやっぱりね、ちょっと高台ですからね、ビューがいいですね、やっぱね。若竹山ってね、山口県知事のね、石碑がありますね。田中達夫さんですかね。日本山脈縦走に西日本起点って書いてありますね。読売新聞社、ここを起点にするわけですね。
向こうがね、展望台ですね。展望台をね、あの目印にすると迷うことはないと思いますね。長者ヶ森っていうのがね、こっちなんですけどね、まあ、結構遠いですね。森があるんですね、これね、長者ヶ森っていうね。秋吉台十三線歩道、妙見原、結構ね、向こうの方までね、
大正堂とかね、京成堂ですかね、あの遠くのね洞窟まで行くと時間があればいいんですけどね、結構遠くまで行けるんですけどね、時間かかりますね。ここにもね、あの特別天然記念物に指定された時のね、あのモニュメントがありますね。道が狭いですね。
自然に山に目を向かってますね。ちょっと獣道みたいな感じで、なんか変な虫とかいなければいいんですけど、結構登りますね。ああ、景色いいですね。やっぱり高いところだから言えばいいです。
平和と観音の塔、あ、観光の塔か、平和と観光の塔ですね。ああ、これがね、剣山ですね。高いところにビューがいいですね。
はい、ということでね、今回は山口県美祢市のね秋吉台をね歩きましたね。まあ見るだけでもいいんですけどね、展望台からね見るだけでもいいんですけども、まあせっかくですからね、お時間あったらね、トレッキングコースがね整備されてますんで、時間に応じてね歩かれることことをねお勧めしますね。ということで今回は秋吉台でした。